ローカルランクとは外交官が儀礼上、本来の官職よりも高い職位を称することを言う。ローカルランクとは外交官が駐在する外国に対する比例となることを避けるため、一定の期間、公式に実際の官職よりも高い職位を称すること、またはその制度を言う。通常は相手国に駐在する期間を通じて、本来の職位より一つだけ高い職位を称するが、 欧州の小国などでは特定の会合または特定の機関に限って例外的に二つないし四つ高い職位を称することを認めている事例がある。ローカルランクを許された場合、外交官はそのローカルランクが記載された外交官パスポートを持つ。ただしローカルランクを使用できるのは対外的なものであり、部内では 通常のランクを使用する2007年、世田谷区議会議員選挙において、トップ当選した元外務省職員、森学部が、正規の職位では三等書記官であったにもかかわらず、広報に職歴として、在禄戦ンブルク日本大使館一等書記官と記載し、当選後、経歴詐称ではないかと指摘された際、ローカルランクで一等書記官と名乗ることを許されていた、と弁明したことから、 この制度の存在が広く世に知られることとなった。日本の場合、諸外国と比べて外交官の承認が遅く、それがローカルランクを使用する一員にもなっている。歴史を紐解けば日本では古くは平安時代に外交施設を任じる気はその任期中に限り実際の官よりも高いくらいを授ける仮くらいという制度があった。ありがとうございます。